お茶屋さん、本日はですね、10万ボルト TV の視聴者の皆さんから募った落合さんへの質問に答えていただこうと思います。ありがとうございます。落合陽平の10万ボルト TV。 質問来た。44、506通の。マジ？はあ、暇だな。いや、ありがたいなと思いますけど、ね、落合さんに興味持ってる人の506人です。だって俺が興味持ってる人なんて多分2人ぐらいだよ。マジか、すいません。こんな、はい、で、その、はい、まあ、数ある506通の中から栗田の方で選抜させていただきまして、それを落合さんに答えていただこうと思います。はい、ありがとうございます。大阪府にお住まいのみなこさんからの質問です。落合さんっておいくつなんでしょうか。20代にも40代にも見える深みのあるお人柄が魅力的です。これからもいろんな動画が見れると嬉しいです。ご活躍を応援しています。35です。こうやって進んできますよ。あ、そう、オッケーオッケー。東京都にお住まいのコンデレンテさんからの質問です。ベタですが、座右の銘は何ですか。落合さんを動画で見れば見るほど気になってます。この人は何を軸に考えているのだろう。私はやらない後悔よりやる後悔です。いつも動画楽しく拝見させていただいています。料理動画が楽しみです。夏のおつまみもしくは単なる飲み会動画など機会があればお願いします。座右の銘。座右の銘。ちなみに栗田さんの座右の銘は何ですか。俺ですか、実るほど神戸を垂れる稲穂かな。ちょっと全然意味が全然意味が分からないんだけど、じゃあ何の軸に軸ないんだよな俺。だからちょっと質問の回答になってるか分かんないけど、はい、余生で一緒にお酒が飲める人を作っておきたいっていう感じかな。寂しい老後は嫌じゃん。はい、で、いや、まあ、なんか家族とかね、の大切さもあるんだけど、まあ、いずれ多分こう仕事も終わってこう余生を楽しむ時が来た時に、昔あんなんしたよねみたいなので、こう一緒にこう飲める人が1人でも2人でも3人でもいたらいいなっていう、なんかそういう感じが、なんかそのための友達を作ってます。青森県にお住まいのキーコさんからの質問です。好きなお酒は何ですか。落合さんいつも楽しませてもらってます。体調にはくれぐれも気をつけてくださいね。好きなお酒ね、これもむずいな。例えば氷結ストロングは僕好きなんで、ストックしてある氷結ストロングを一つ飲んで寝るみたいなぐらい、氷結ストロングはもう常に家にストックがある。まあベタにレモンサワーとかは好きだし、だいたい肉食うときはレモンサワーだよね。日本酒はね、俺は、まあ、そんなに詳しくないんだけど、腰の乾杯がすごい好きで、それが腰の乾杯があれば常温か冷やかな。では続いての質問に参りたいと思います。北海道にお住まいのリナさんからの質問です。落合さんの一番好きな食べ物は何ですか。いつも動画楽しく見ています。これからも頑張ってください。応援しています。やっぱ寿司かな。貝類好き。落合さん好きです好きですっていうメッセージが多いです。愛知県にお住まいの日報さんからの質問です。終わり。落合陽平の10万ボルト TV。 北海道にお住まいの京野菜さんからの質問です。初めて買った CD は何でしたか。いつも楽しく拝見しています。これからも体調には気をつけてください。これ何だったかな、覚えてんのは。でもそれが初めてかは分かんないんだけど、ガラガラヘビがやってくる。あ、トンネルさん。そうそう、当時だから8センチ CD ね。そうですね、細長いので、なんかね、ピンク色がなんかだった気がするんですけど、
それうちにもありました、ね、うん、あれを買ったのは覚えてる。あ、いくつぐらい、いくつぐらいなんだろうな、多分でも小学校とかじゃないかな、中学行ってたかな、その小学校ぐらいのイメージで、当時ガラガラヘビがやってくるがすごい人気だったんだ。それでなんか買ったような記憶がある、うん、山梨県にお住まいのレナさんからの質問です。落合さんこんにちは、いつも番組楽しく拝見させていただいています。オリジナルソングを作ろう企画、歌の完成とても楽しみです。配信されたら絶対買います。質問なのですが、落合さんのカラオケのお箱があったら教えてください。落合さんの自然体で楽しんでいる姿にいつも癒しをもらっています。これからも番組楽しみにしています。まあカラオケはでも結構行くよね。岡村康之さんは好き、めっちゃ好き。だからカラオケ行くと大体皆口くんとかと行くと、彼がサザンとか桑田さんが大好きなんで、まあ、僕も好きなんで、クータさんも好きなんで、まあ、サザン桑田縛りにはなりがち。チャゲアス、あ、はい、チャゲアスはよく歌うね。歌ってますね、うん、チャゲアスは好き。最近の歌って歌わないもんな。最近歌うからね。だからカラオケでさ、大体こう入れるじゃん、電目で。でこうやってバーって回して、こうまた自分のところに帰ってくるじゃん、自分が歌った後にこう回して、そうするとさ、画面の右側にもしかしてこれ好きみたいな、うん、おすすめがこうちょっとこう出てくるんだけど、大体50代の方におすすめっていうタイトルで出てくる。はい、大体まあ40代から50代、たまに60の時もあるけどね。では続いての質問に参りたいと思います。長崎県にお住まいのジャスティスさんからの質問です。栗田さんの好きなところ10個お願いします。いつも拝見しております。落合さんと栗田さんの緩い感じとっても好きです。旅行系の動画をいろいろ落ち着いたら出してほしいです。10個、100個ぐらいあるけどね。基本はやっぱ優しいね。あとなんだろうな、神奈川県にお住まいの和田さんからの質問です。はじめまして、日頃から10万ボルト TV を楽しみに拝見させていただいております。いきなりですが、落合さんの趣味は何かありますか？私は釣りが趣味なのですが、10万ボルト TV で落合さんが釣りをしている動画をすごく見てみたいです。できれば ZOZO メンバーみんなで釣り勝負みたいな企画をぜひとも見てみたいです。よろしくお願いします。趣味ないね。いや、俺この番組の一つテーマとしてはね、俺の趣味を探したい。でも釣りはね、マジでめちゃくちゃやりたいんですよ。そうですね、釣り企画は考えてますよね。釣りはしたことないんですよ俺、はいはい、したことないんだけど釣りはやりたいんですよね。大阪府にお住まいのさきさんからの質問です。はじめまして、落合さんの初恋は何歳の時ですか？初恋か、多分だけど一番最初に好きになったのは小4とか、なんかすっごい日に焼けてた子のイメージは。なんか割とだからおとなしい子っていうよりはこう活発というか、ああ活発な感じ、なんかこう運動ガンガンしますみたいな、アウトドアな感じ、だったような気がするな。なんで好きになった？だから俺にないものあるんじゃない？東京都にお住まいのヤエプーさんからの質問です。おじゃさん今数えてる、100は超えるね。おじゃ洋平の10万ボルト TV。 広島県にお住まいの青りんごさんからの質問です。落合さん、栗田さん、こんにちは。12歳の息子といつも楽しく拝見させていただいております。早速ですが質問です。子供の頃の夢は何ですか？今叶えられていますか？ゾゾゾも10万ボルトも大好きです。カサカサの心にこれからも癒しを与えてください。お体に気をつけて頑張ってください。リニアモーターカーの運転手になりたいって思ったことはあるんだよね。
多分小学校ぐらいかな。リニアモーターカーに運転手いらないんじゃないですか。京都府にお住まいのおことさんからの質問です。落合さんが思う高校生大学生のうちにこれは絶対にするべきことを教えてください。はじめまして、高校生のものです。この休校期間で落合さんを知りました。番組はもちろん落合さんの時折お茶目で少年の心を忘れていない部分が好きでいつも楽しく拝見させてもらっています。これからも応援しています。頑張ってください。なんかその前に高校生なんか時折見せるお茶目がどうのこうのって、はい、本当に高校生か高校生が、倍の年齢のおっさん相手にお茶目で可愛いですねどういう立ち位置で若いうちにやっといた方がいいこと、はい、でもねこれは割とはっきりしてて2つ、勉強と友達を作っておく。でもね、まあ、マジでマジで勉強は本当にしといた方がいい、はい、まあ、本当に僕学歴も特にないんですけど、大人になるとね、これ栗田さんも分かると思うんだけど、はい、勉強がちょっと楽しそうに見えない。でもし今勉強できたらむちゃくちゃ頑張りそうな気がするじゃん。頑張りそうなんかね、その感覚って俺やっぱあれあるんだよね。例えば歴史とかさ、でなんか大人になって覚えたらすっごい面白かったりするんじゃない。だからそれ多分やれって言われてないからなのかな、分かんないけど。だから俺なんかは本当に勉強してこなくて、多分ね26とか7ぐらいで計算ができないことに気づいたんですよ。要はまあ足し算とか引き算とか割り算とか掛け算は分かるよ、はい、例えばその二次関数を使わなきゃいけないっていう場面に出くわしたんですよ。うん、二次関数の数学の問題を解いてくださいじゃなくて仕事上で、うん、これ二次関数っていうのが必要なんだと、うん、これを解くにってなった時に二次関数マジで分かんねえってなったんですよ。あ、でも絶対習ってるじゃん。習ってる、忘れてるんですよそんなの。二次関数って何だったっけがもうパニックなんですよ。だから俺ね、小4のドリルを買ったんですよ、はい、27歳で、はい、買って小4の小学校4年生のドリルから俺始めたの。あ、中学数学ぐらいまで、はい、でそこでなんか分かることもなんかたくさんあったんで、だからね、俺教養はね本当大事で、あとね友達ね、要は例えば社会人になって出会う人もたくさんいるじゃないですか。多分学生時代の時よりいろんなジャンルの人、年齢もバラバラ、いろんな人と会うで仲良くもなるでしょう、はい、そりゃ。いやなんだけどね、やっぱりどっかちょっとねビジネスなとこあるっていうか、うん、なんていうのかな、こう利害関係がやっぱちょっとあるなって思うんですよ。大人になって知り合う人ってなんとなく今後仕事でつながれたらなみたいな、やっぱちょっと横島な気持ちがやっぱあるんだよね、うん、どうしてもやっぱ学生時代の友達ってそういうなんていうの、利害関係がないじゃん。そうですね、純粋にこいつといて楽しいとか、楽しい、面白いとか、だからその感覚ってすっげえ大事だなと思うんで、学生時代の友達で一生付き合える友達っていうのはやっぱいた方が、俺はいた方がいいと思う。勉強と友達を作ろう。はい、こちら洋平の10万ボルト TV。 東京都にお住まいのあやまかさんからの質問です。いつも楽しく見させていただいております。落合さん、次のオリンピック狙ってるんですか。狙ってるね。アーチェリー、どんな努力っていうか多分努力だと思ってない。埼玉県にお住まいの有坂さんからの質問です。 IT 企業の社会人3年目なのですが、仕事も人間関係も本当につらいです。落合さんは仕事がつらい時はどのように乗り切っていますか。いつも動画を楽しく拝見させていただいています。これからもお体に気をつけて頑張ってください。酒飲んで寝る。熊本県にお住まいの俺の後ろに立つなさんからの質問です。落合さん、栗田さん、こんにちは。いつも楽しく視聴させていただいています。早速ですが、私には2年半ほどお付き合いしているパートナーがいます。年齢的にもそろそろ結婚を考えています。そこで落合さんに質問です。結婚を決めるタイミングっていつだと思いますか。よければ回答よろしくお願いいたします。いつもいろんなことにチャレンジされていて、こちらまでワクワクしています。お体には気をつけて、これからもやりたいことをたくさん楽しんでください。
結婚を決めるタイミングね。でも早い方がいいと思う、マジで。どうせするんだったら早いに越したことないから。千葉県にお住まいのトミーさんからの質問です。彼女にプロポーズしようと考えております。人生の先輩として落合さんのプロポーズの経験を踏まえてアドバイスお願いします。いや本当にはっきり覚えてないんだけど、当時俺が一人暮らしをしてた家で言ったんですけど、もうでもね、なんか本当になんか全然ロマンティックじゃないですよ。寝る時か起きた時かは分かんないですけど、あ、寝る時かな、しますっていう話をして、でも奥さんから帰ってきた一言は覚えてて、遅いって言われた。あ、なるほど。そう。だからさっき早ければ早い方がいいって話ですか。あ、まあそれもあるけどね。だから女の人って多分タイミングがあると思うんですよ。で、多分男の人って伸ばそうと思えばいくらでも伸ばせちゃうから、うん、女の人ってね、そうはいかないことも多々あると思うんで、うん、だからね、あの、そう言われたのを覚えてる。で、どう切り返したんですか。はい、よろしいっていうことでいいですか。そうですね。プロポーズしようと思っている方々が、まあ、数人いらっしゃいます。その人たちに向けてメッセージをお願いします。今日してください。早い方がいいです。お茶よへの10万ボルト TV。 愛知県にお住まいのまこちんさんからの質問です。元気ではないです。元気だよ。最後の質問となります。広島県にお住まいの ZK さんからの質問です。こんにちは、落合さん大ファンです。恋愛相談です。もしかしたら長くなるかもしれませんが、ぜひアドバイスお願いします。私は大学生なので毎朝電車に乗って通学しています。それで毎週決まった日にある男性と同じ車両に乗るのですが、その男性の方が気になっています。電車が来るのを待つ際、その人は毎回私の真後ろに立っていて、毎回ドキドキしています。電車に乗ったら目の前の椅子に座るので、チラチラ見ていると何度か目が合います。もしかしたらあっちもと調子こいた考えをしています。その男性について分かっていることは、同じ大学生ということです。どこの大学とか何年生とか名前など全く知りませんけど、なんとか連絡先を交換したいのですが、中高女子校で6年間同い年くらいの男性と話したことがない。朝の通勤ラッシュがあるため、電車を待っている間に話しかけるのは私にとってとてもとても難易度が高すぎます。また私の方が先に降りるので電車の中も少し難しいです。どうしたらいいでしょうか。もう勇気出して声かけるしか方法はないですかね。また落合さんは全く知らない女性から声をかけられ、連絡先交換しようと書かれた紙もらったら怖いですか。男性の意見を聞きたいです。ぜひアドバイスお願いします。長くなってしまってすいません。なんかこのアドバイスは絶対俺じゃない気がするけどね。いや、俺もう お母さんとかに相談していただいた方がいいと思うんですが、まあいいんじゃない、渡しちゃって。まあ昔の話だけど、あ、すごいいいな、可愛いなとかさ、友達になりたいなって思ったら、僕はね、割とスイッチ入ると言えちゃう方なんですよ。もういいやと思って。で、まあ何回も困った顔されたこともあるんですけど、でもほら、まあそれでダメでもさ。好きって伝えてからがスタートラインだと思うんで、別に僕渡しちゃっていいと思うんですけど、片思いの時が一番楽しいよなみたいなのもあるんで、なんか、破れちゃったら悲しいかなと思うんですけど。まあでもね、まあまあでも進まないとね、何も始まらない。今だから結局無、何も起きてない。何も起きてない。何か起こさないといけないはいけないでしょうね。第二弾やんのかな。やねか。好評であれば。ぜひあのお友達にシェアしてください。知らないおじさんだけども、はいはい、まあ、そんなこんなで皆さんご応募ありがとうございました。ありがとうございました。また次回10万ボルト TV を見てね。なんか元気なくなっちゃいましたね。
うん、疲れたね。ありがとうございました。ありがとうございました。